はい。大和ピアラブです。政府の時短要請の背後にも、イルミナティの人口削減の狙いがあります。政府がやり玉にあげているのが、夜間に営業している飲食店、居酒屋、 カラオケ店、バーなどですよね。〇〇は夜行性でもないにもかかわらず、なぜか夜間のお店ばかりを必要に指摘しています。東京都の小池都知事は夜間に 出歩かないように、10日完成まで敷くと言っています。密が危険なのであれば、満員電車や喫茶店やランチ営業の飲食店も言われないとおかしいのですが、なぜかそれらは全く言われません。 政府が言っているのは、夜間に出歩くなということだとわかります。政府が指摘している、居酒屋、カラオケ、酒類のお店、バーなどは、人々の出会いの場所でもあるわけです。 そこが規制されれば、人々は仕事の後、家にいるしかないわけで、異性との出会いは必然的になくなります。学校や職場もオンライン、テレワークであれば、なおさら出会いはないですよね。 このように、政府とその背後のイルミナティは、出会いの場所を潰すことで、人々の人口削減を行っているということなのです。ご視聴いただき、ありがとうございました。